姫野選手聞いていいですか。はい、ちょっと休養期間があって日本代表に合流されましたが、久しぶりの日本代表、どういった心境で迎えられてますか。まあ、自分としてはすごくこう新たな気持ちで臨むってことを、はい、掲げてきましたし、でまたすごいこうラグビーから、まあ、少し離れていたんで、すごくこう代表のラグビーっていうのをすごい今楽しんでいる、そういった状況です。はい、ありがとうございます。いや、いいですよ、もっと長く投稿されても肘サポーターはもう大丈夫ですか。はい、万全です。あとはもうオールバックスを倒す、それだけです。うん、逆に姫野選手、合流していない時の日本代表の試合って見てる時どういった心境でしたか。あ、そうですね、まあ、なんかこう複雑というか、複雑な気持ちですごいこう見ていてエキサイティングなラグビーをしていましたし、ただこう自分がいないっていうのをまたなんかこう第三者目線でこう見るっていうのも初めての経験だったんで、またここのジャージを着てプレーしたいなっていう気持ちが日に日に強くなりました。田中さん、ぜひ松田、藤原選手に印象は。いや、本当に質問、あ、藤原選手、尊敬する選手は、尊敬してた選手は誰ですか。田中さん。ありがとうございます、ありがとうございます。言わしとるやないか大人だな。本当に素晴らしい、はい、パフォーマンスを見せてくれてるので、はい、今後も期待ですね田中さん、誰でしょ、尊敬してるんでしたっけ。はい、誰を尊敬してるんですか。僕は長友洋二という、はい、素晴らしい GM を。言わされとるやないか。どうやったらラックで速いパス出しを出せる。どうやったら早く投げれるか、球を出せば。うん、どうやったら速くなれるのか。しっかりボールを見て毎日練習をすれば。お前ちゃうねん、はい、お前ちゃうねん。本当に藤原選手のプレーをずっと見てると、多分球出しの速さっていうのは分かってくると思うので、試合のビデオ、上手い人の長友洋二とか上手い人のビデオを見ると、はい、いいと思います。ありがとうございます。はい、いっぱい見てください。姫野選手、どうやったらタックル強くなりますか。そうだな、そうだな、ふみさん答えれる。もうええわそこはもうフォワードが答えてください。まあ、でもまずはやっぱ体を大きくすることかな。だからたくさん食べてたくさん寝る。で、体を大きくしたら自信もつくから、そうなったら体バッチリ当てれるから、まずは大きくなることかな。ありがとうございます。はい、